いざ大根、願いとともに。こんにちは、今回グランドマスター、まあ、つい最近になったんですけども、その時に、まあ、8割か7割型、まあ、ロイヤルを使ってグランドマスターになったんですけども、まあ、デッキを知りたいという意見がすごい多くて、まあ、2月グランドマスターになる勢に向けて、まあ、一番強い最強のロイヤルデッキ、まあ、間違いなくグランドマスターになれるデッキっていうのをちょっと教えようかなと。まあ、ちなみに100連勝しました。100連勝。うん。ここ一番重要だと思うんで。まあ、デッキはこんな感じです。まあ、ルーが2枚しか入ってないっていうのがポイントで、あとは、嵐の槍使い2枚。ここもポイント。で、やっぱ先人の騎兵に関しては3枚確定で積む。確定というか3枚必須。これも2枚に下げる時点で初心者になるんで。で、もちろんアルベールは3枚やし、で、バルボッサと銀霊の被験者に関しては1枚ずつ採用する。ここも結構ミソなのかなと思ってます。まあ、2枚採用すると、まあ、デッキが溢れちゃうし、まあ、1枚1枚採用することによって絶妙なバランスを取ることができるんで、まあ、なかなかいいのかなと思います。で、ファングスレイヤーも強いんですけど、まあ、2枚に抑えてます。これもやっぱコストが高いっていうのが、まあ、理由としてあるんですけども、まあ、3枚入れても強いけど2枚のが1枚。まあ、このデッキをパクるのが一番手っ取り早いと思うわ。もうこれパクってしまえば、どんなデッキにも勝てるんで、まあ、ちょっと手始めに、まあ、生放送でもずっとこのデッキ使ってたから、もうなんか生放送を見てるぜからすると、もうなんか、まあ、またこのデッキ買おうと思うかもしれないけども、ちょっとあ、グランドマスターからこれポイントまた上がっていくんか。ゼロから始める異世界生活やな。なるほどな。繋がりにくいから、ちょっともう一回更新するわ。なんか重いな。重くないか、重くはないか。なんか繋がらないな。あ、繋がった。激震のオーガもナーフくんのかな。ナーフってか、もうそろそろスタン落ちすのかな。じゃあ一戦目は小ざかしいな。マスターポイント一桁とか笑っちゃうわ。マスターポイント一桁はもう悠長で、マリガンのポイントなんですけども、まあ、じゃあ今回の動画はネタデッキじゃなくて本当にガチ勢向けの、まあ、紹介になるんですけど、傭兵の機関車に関しては先行後攻問わず残す。で、先陣の騎兵に関しては後攻だと絶対残す。はい、もう勝ちました。やっぱロイヤルの強みっていうのは、ドラゴンみたいに、まあ確かに強いデッキもあるんですけど、無謀 OTK ドラゴン確かに強いんだけど、手札事故が結構多いから、この手札の事故が少ないのがこのロイヤルの強み。手札の全く事故がないのがこのロイヤルなんで、ここは傭兵の機関車。傭兵の機関車このターンするし、このホラー1点回復するんで、アンドラルスを上から取ったとしても生き残る。22に戻ります。貴様の魂を燃やす。OK。 だったら万全取って生き残る。あ、プレミしたな。プレミしたわ。まあ、まだ気にしない。この程度あんま変わらないんで、まあ13だろうが23だろうがあんま変わらないから、まあまあいいわ。スカルリング、どうせまあ盤面取ってやる。こっち。ゆーいちょーやー。先陣行きます。望みのままに。望みのままに。前だけを見つめて。戦は続く。で、これで難易度に当たれば全然いい話なんで。消えぬ。はい、いいとこ当たっていく。まあ、ちょっとやりばねずみが手が打ってしまうんで。生き残り残る。まあ、これだけ手加減をしても、全然勝っちゃうっていうのがこのデッキの強みなんだよな。要は一つのミス、二つのミスじゃへこたれない。それがやっぱこのデッキの強いと言われるゆえんなんだよな。デーモンいたかな。まあ分かってます。で、右に当たっていくんで、どうせ。まあ当たっていくんで、進化で相打ち。で、アーサーが欲しい子らになってきたんで、一旦ここはルー挟みます。太陽の輝きを信じるのです。で、アーサー引いて進化を。あー、でもオディール来る可能性があるから、ここは進化使わずいきます。オディール来るんです。また
オディール来るし、進化した箱にも取られるし、あまり進化するメリットはないと。まあ多分オディールやろ、どうせ。忌まわしきは白の鳥、けがわしきは黒の鳥、アンガールズやれ。さあ、6個さあどう来るか。まあオディール来なかったら、ちょっと相手苦しそうやな。でもアルベールでも10点リーサルが見えてるから、毎車も10個しか来ないし。俺はいないんだね。許してくださいって言ってみな。小賢しい。倒れるわけには。これジェノで取った方が良さそうやな。ジェノで取るかトランプナイトで取るかってとこやけど、まあこれをまず取って、これをまあ取るの確定やろ。確定で、ぶっちゃけトランプナイトでもいいな。これ、いやジェノやな、ここ。難しいな。ジェノでもいいか。ジェノでいいわ。さあ構える。さあ構える。切り込む。針が溢れます。こいつが悪いんだ。任せてください。こいつが悪いんだ。で今のなんか盤面取るか顔やけど、多分盤面取った方が強い。もう10点まで押されてしまうと手っ取り早いんで。で、ヘクター来るかな。盤面取る。やるじゃねえか。ただ進化権はこっちの方が待ってる。更新せよ。まあ、ヘクターを呼んでいくと。果ての果てまで。だったらヘクタントラップライトプラスのチャージでダメ取っちゃうか。そんな。難しいね。オッケー。だったらここトランプナイト。女王様はせっかちなんでね。遅い。走らないと。でここで必殺進化で盤面取っていく感じでいいと思うわ。あーこれで進化。相手の進化権が一つもないから、もうあとはもうこれ上から取っていく系なんで。次のルーまあ、20点キープしながらアルベールが2枚。もうこの時点で勝ちが確定してるようなもん。だからまあちょっとさ、プレイングミス一回ちょっとしちゃったけども、まあそれに劣らぬ強さというか、プレミしなかったら本当最強。怒られちゃうな。プレミしなかったらやっぱ RL3 枚目。次のターンリーサルないわけやろ、これ。で、死後置かれる心配もないし、むしろアオルベールでもう顔いってしまうのもありやな。ただ、カムラがあるっていう。でも、ヘクターネクロにカムラが入ってるのは考えにくいというか、あまりないと思うんで、これ顔でいいわ。信頼がごとく駆け抜ける。信頼がごとく駆け抜ける。遅すぎる。で、ランサーはカメラが一応来た時に取っとく。まあ一応取っとくわ、ここは。カメラが来る可能性もワンチャンあるんで、まあこれでも次リーサル、死後がなければリーサル。まあ5コスのセイバーオルタやったっけ。あれがあればなんかいけそうやけど、まあアルベル取るのすら厳しいな。餌は餌らしくしてなさい。ただまだ7コスあるから、カメラが来る可能性は全然ある。聖者の呪い。これ勝ちやわ。観光追加の死後はネクロにないんで。この船がバイクが歯の幼虫。こっちじゃん。まあちょっと一戦目なプレミーちょっと多かったけども、やっぱりここアルベールが強すぎる。それに尽きると思うわ。ロイヤルはアルベールも強いし、アーサーも強いし、序盤中盤問わずやっぱ隙がない。序盤はなんかアグロ寄りに押していくこともできるし、タージも入ってるし、隙がないんだよな、このデッキ。だからなんか、本当に上手い人、じっくりなんかプレイング意識して、これ前回の続きなんだよな、ちなみにこれ12連勝するっていう。グラマスの放送後の、まあ、動画になるんですけど、もう12連勝達成してるって感じなんですよ、これ。だからもう、負けを知らないデッキというか、これちょっと頭おかしいな。これみんな真似したらいいと思うわ。闇の帝王式。なロイヤルにしとくか、これ、名前。闇の帝王式エッグトマトの毛玉ボールっていうの、なんか、公式サイトっていうか、なんやろ、まとめサイトに載らないかな。闇の帝王式エッグトマトの毛玉の汁。なんか乗らないかな、闇の帝王式ロイヤルみたいな。ちょっとなんかタイトル今回意識するか。無敵を超えるデッキ、闇の帝王式エッグトマトの毛玉の幼虫を超えるデッキ。依頼をつかむ。ようやく私の出番みたいね。過去を超える、これをいらない。で、先行のポイント、ジェノ引いたら絶対ジェノは残す。で、傭兵の機関車トーマスも残す。
アールベールか。まあ、アールベールはちょっと微妙なんやけど。さあ、まあ、相手ドロシーやからな。ああ、さあ、引いていく。ちょっと弱いぞ、これ。3個スイカは絶対欲しい。あ、ドロシー相手には。で、なんか相手が1個ス、なんかスペルカード打って2個スでなんかマダンとか打ってくると、もう厳しいんで、ジェノに何か言えない理由が、生き残る。言えない理由があるんでね、生き残る生き残る。さあ、2個スは俺がなんとかスを出していく。だったらなおさら3個スイカ来ないともう勝てないな。それ迷惑かけてごめん。ちょっと悠長すぎるぞこれ。ちょっと3個スないのはちょっとやばいな。書に記される知識を求めて。これジェノで取れるのが結構大きい。2、3上から取れるのが大きいな。だからジェノが結構、あ、銀霊さあ構える。銀霊取るんだったらドロシーウィッチも全然いけるなこれ。こう悪くないわ。興味深い。ただ多分相手はもう次のターンも分かってて、マジックオール進化からルーのつながきで、そのマジックオールに銀霊使うかどうかっていうのがポイントかな。マセ君の分かってて、でマジックオール進化で相手行くよ。悠長だね。だったら1回銀霊振るか。で銀霊の積みっていうのは4号で残るから、ドロシーがとかが来ても取れないんだよな。そこがやっぱ大きくて、ただドロシー来てからでいいな。ここはここルミナステージですか。焦る人は2コス22のフォロワーのために、まあ最強の銀霊の被験者を切る人は多分ないんで、まあ相手がドロシー来てからが本当に勝負かな。ドロシーウィッチに関してはそっからなんだよ。ドロシー来なかったら来ないに、いいに越したことなんて。キマエラとかゲイザーとか失礼、適当でいいか。失礼、並べてくる可能性があるんで。ただ進化系はマジックオールに切っていく。で43っていうスタッツがルーの貫き取れないスタッツなんで、で防弾引いていく。これありがたいな。こうマナリアの魔弾引いてたらやばかったわ。ね、よもこのデッキ本当に強いわ。強いっていうか、なんで毎回そんな都合よく来るんやろうな。そんな理解できないわ。まあまあでもこれ一応ジェノっていうカードを取れるんですけど、なんでそんな毎回都合よく行くのかなっていうのは。でも次一応銀で返せるのかな。みんなを悲しみを立ててみせる。まあ、アーサー次出せるっていうのは結構大きいと思ってて、アーサーで湧いた1点失踪で殴らせてドロシー一応取れるから、もう一回ドロシーが来ない限りはいい。でも5枚ドローでドロシーが2回目来るイコールもうそれはもうどんなできても厳しいと思うわ。そんな、うん、もうこれもドロシーに関してもドロシー来るか来ないかの運ゲーなんで、こんなんは。ゼロコス55はちょっとエグいな。ゼロコス55 5枚引いて5回捨てるブースト。まあでもドロシーも次の関係で消えるから、まあ最後のなんか話として見守ってあげるのもなんか、私に任せてもらえないそれはないわ、さすがにそれはないな。ちぶん回りす、ぶん回りすぎやろこれ。しょうもな。こんなデッキ、どのデッキが相手できんの。ドラゴンぐらいしかないやろこんなデッキ。ドラゴンで PP 一気にブーストしてバハムードで返すしか手段ないやん。エルフロイヤル、エルフロイヤル、バンプ、ビショップ、ネメシス。あ、ネメシスはまあワンチャンいけそうやけど、でもネメシスが増える理由もなんかわからなくはないよな。こういうなんかドロシーみたいなデッキが来るんであれば、やっぱデウス X マキナ加速装置とかをつなげて、まあ倒していくっていうデッキが流行るのもなんか、あ、いい足してんなとか、ケツミ失礼さあ相手はグランドマスターに当たっていく。確保背負い、さあ先行引いていくで、またこれウィッチやろ。惜しみなし、全財産ぶちまけるわ。なんでこれウィッチオンやろ。しかもランサー2枚っていうな。でもランサーは刃ネズミの強化素材として、まあ生贄になれるんで、まあそんな悪くないカードじゃなのかなと思うんですけど、まあ1個作ると大きいな。ルーを引いていく。先行ルー大きいな。要はルーっていうのはこれ生放送でもよく言うんですけど、エンハンス4でコスト6以上のカードをサーチできるんですけど、そのコスト6以上のカードっていうのがアーサーしかいなくて、アーサー確定サーチなんですよ。で5コス以下のカードはルミナスメイジ、
アルベール、あと何だかな、銀あのや戦刃のなんとかがいるんで、この3人並べるか。ドロシミって戦場に嵐を起こす。いや、ちょっと微妙かな。どうなんやろ。だから相手ニコスで知恵の光は弱いな。入れざるで。わざと刃ネズミの強化素材に使わせないために引き裂かれろ。これは慣れてこないと思うんだよな。ジェノとか持ってるのと、あ、銀、あ、大きいな。アーサー確定サーチでファングスレアもいるんで終盤かなり強い。ただドロシービッチっていうのはドロシー出されると5ターン目6ターン目に終わるんで、ガナリアの知識多分トップで引いた感じか。それかあれか、サンコスの3枚ドロなんですか。風がやめる。気前らか。いいんだ、こっちで死ぬかな。だったら銀で、あーでもすごいな。まあ、もちろん一旦取っていく。あー、ゆうちゃんは盤面が返されるんだよな。あー、進化、あー、一人のボディアでも弱えな。ちょっと銀で1で4。いや、これしかないけど。望みのままに。さすがゲイザーやな。前だけを見つけるか。戦は狩りだ。戦は続く。戦は走る。おお。なんかたまに進化した時なんか音が出ないんだけど、これなんだろうな。なんか不具合的なやつなんかな。ちょっとよくわからないんだけど。精神統一。あ、入れざるべ。ただ相手グラマスなんで、まあ。多分最善の手を打ってるんだと思うぞ。ドローしすぎやろこれ。一気にバッコリ7ターン目とか一気に出す感じやな。一気に出す、多分そんな感じやろな。私は貴様らを許容しない。逃げるなよ。やるじゃねえか。フォロワー取るだけで終わりだったら、さあ構える。バカだよ。若造を切り込む。帰還する。4-1 が残るで、1-1が戻って、次アーサー出せるから、まあドロシーがワンチャン来たとしても全熟は多分可能やろうな。でファングスレイヤーまで持ってるんで、任せたぞ隊長。任せてください。マジックオール、マジックオール進化もちょっとやばいな。これ全部の手札が2回スペルブーストされてしまうのはちょっと厳しいんだよな。でそろそろドロシー来るか。やるじゃねえか。私は貴様らを救命した。ゲイザーでドロシーやろ。どうせドロシー来るかな。魔法剣、私は貴様らを許容しない。でドロシー来るのこれ。あー来ない。これさすがに来たらちょっとビビるっていうか強すぎるよな。さすがに悲しみを立ってみて。危ない。ドロシー来たらちょっともうヒヤヒヤするわ。約束の地を目指して。いやドロシーちゃんほんと強くて、ドロシー来なくてもこれだけのやっぱ火力の。やばいよこれ。21が来る予定だったんだけど。勝利を重ね、勝利を誓う。帰還する。帰還する。生き残る。ワンチャン次のターンアルベールでリーサルっぽいよな。アルベール来たら、あ、じゃあアルベール来たもん。リーサルじゃないか。4-6-7-8-9-9-9-10-12 か。いやアルベール来てもちょっとリーサルじゃないんだよな。ヒマイリング。約束は今だ。で、もし私に任せてもらえなさいって。でもこれなんかちょっと負けが続いてるけども、本当に強いデッキっていうことは分かってほしいかな。あまりはちょっとドロシーが強すぎて、なんかあまり強くないんじゃないかとか思う方もいると思うんですけど、間違いなくこのデッキ強くて、まあ11連勝とか多分この動画の前に多分アップロードしてると思うんで、こんなデッキに勝てるデッキドラゴンぐらいしかないからな。これもうバハゲーやん、バハダンスしかないやん。こんな盤面、え、倒れるわけには。盤面取る。安定的に行くな。安定ルミナスメイジナイト、あなたと共に希望の剣を掲げる。光が溢れます。盤面取る。どうしてくれ。確かこれ強くてみんなになんかおすすめしたいデッキではあるんだけど、あまりにもな、ちょっとあまりにもちょっとな。あなたと共に希望の剣を掲げよう。確かに強いデッキなんですけど、あまりにも相手とぶん回りすぎてる毎回。暗き時代を魔法の力で、黄金の力で。いや絶対厳しいなこれ。
仕事は終わった。さすがに厳しいわこれ。ワンチャン次のターン負けやん。負けやん。負けたか。ちょっと申し訳ない。いや本当に強いデッキで10連勝も達成したデッキなんですけど、いや本当にこのデッキだけで10何連勝したんですよ。でもやっぱりドロシーのあの一気の展開力にはやっぱ厳しいのかなっていう。いやあれだけなんか5ターン目になドロシー来たら無理やろ。どんなデッキでもどんだけプレイングよくして頑張っても無理だわあんな。で自分が使ったらドロシー、あいい足してんな、裸足っていうのがなんか好感持てるわ。さあな、こう恥ずかしいな。確保せよ、未来をつかむ。確保せよ、私だって戦いなんだから。先行この出札大きいんじゃない。ロイヤル相手に、じゃああのエルフ相手にあの御言葉の天使引くっていうのも大きいし、さらに先行ルーナチメイジ、文句のいいところがないな。これにもジェノが来たらもう多分理想中の理想手札、これ以外の手札ないっていうか、まあニコスヤイバネズミに関してはニコス22とかでも全然 OK なんですけど。すごいね。うん、よろしく。もうちょわな。獲物入るゲットだな。ただゴブリンはちょっと予想外やな。いやゴブリンはちょっと予想外やな。遅い。まあ、一応1-1取ったらこれ御言葉の天使で返せるっていうのがまあこのロイヤルの強みなんですけど、多分ニコス2においてはヤイバネズミ取るしかないな。でもねエルグの場合はやっぱ盤面勝負になってくるから、多分上から押さえるから。おっ、あっその手があるか。あーそれ強いな。あなるほど、そういった、あやっぱりカードゲームはやれられないな、こういうなんか面白い動き。これは神様の言葉だよ。神様の言葉だよ。でもドロシービッチみたいにこうゼロコスとかで大量展開してこないっていうのがまあ唯一の救いやなこれ。さあ三コスは今日も森は平穏ね。もうエルフなんで多分盤面取った方がいいな。これ盤面勝負やと思うわ間違いなく。よーく狙って4追加が引けない。盤面4コス2コスでもよかったのにさ、2コスすら来ないっていうのはちょっと弱いわ。なんてかルミナスメージ2枚出して5ターン目6ターン目しのいで、7コスアーサー出して一気にとどめを刺していくしかないな。ねえ何して遊ぶの。ねえ何して遊ぶの。ただ相手の手札はなんか厳しいな。ここで決めるよ。この試合でちょっとやめようかなと思うんですけど、本当にこれで結構強いので、まあ、2連敗してから弱いとかはこう思わずデッキをなんか作ってもらえて、なんかこのデッキ使ってグラマスになってもらえたら大変かなと思います。あなたと共に希望の剣を掲げよう。本当に強いデッキなんで、まあこの動画でなんか伝わるかどうかは分からんけど、逆になんかこんな弱いデッキでようグラマスになったのとか、そういうなんか感情もある人もいると思うけどな。でも間違いなく本当強いデッキなんだよ本当にこのデッキに関しては。なごこすはもうちょいな。ねえ何して遊ぶの。侵略でやめろ茨の鬼。いやあのなんかあニコスのあの全体強化リーフマンとかでもやばかったけど、なんか体がキラキラしてきた。で盤面取るしかない。なんか悠長やな。悠長すぎない。ちょっと天神の騎兵で草なんだ。望みの罠に戦は続く。前陣の騎兵で草なんだけど、前だけを見つめて戦は続く。戦は続くもちろん盤面取るわ。まあエルフはやっぱ先行1コス2コス動かれて5ターン目リーフマン進化が理想的な動きなんですけど、あれやられなかったらやっぱ勝てるな。むしろエルフだと 4-4 取るのすらきつそう。1コス進化で3点っていうのが結構主力っぽいから 4-4 取るっていう動きがなかなか難しそうな気がする。でこれ全部除去ったとしても次のターンアーサーがクリスタルと共に生きる。クリスタルやエリンゲの汁を出していく。おっだったらルミナスメージ上から叩くか。3で6やしな。ルミナスメージあなたの共に希望の剣を
掲げよう。これで決める。皆さん上から取るわ。我が剣で断ち切る。今負け。こういう動きをしていく。で相手の盤面から見ると両方取らないと厳しいっていう動き。しかも今の盤面状況は進化剣使ってない。相手も進化剣使ってないけども、もうまたなんか相手がエリンゲ出しまくらないんですよ。エリザーウィンドマン、バイウカハー、いいな、バイウカも。でもうこれ盤面4-4取らないといけないし、2-3も取らないといけないし、まあルミナスメイジは多分取らないといけないフォロワーにはなる。これでおしまい。まあ4-4とどっちも取らないといけないんだな。相手あとは任せました。2-3取る。なったらトランプライト。女王様はせっかちなんでね。女王様はせっかちなんでね。もしゃしゃ進化いきます。死後進化。女王様はどけ。女王様は素晴らしい人。素晴らしいわ。素晴らしい。ひどいな。でアーサーも残ってるっていう。やっぱ盤面のこうちょこちょこした試合に関してはロイヤル得意なんだよな。でドラゴンみたいななんか序盤動かない相手も結構得意だし。人を大事にしてくれます。ドロシーウィッチだけはちょっとやっぱ厳しいな、どう考えても。あなたは天に選ばれた。バイウカハの老中出していく。人嬉しいです。人嬉しいです。あ、2回ドローできるんや。面白いな。だったらアーサー出す必要性があまりないんで、ここは死ねない理由。死ねない理由があるんでね。リスターは続く。あ、リスターだ。強いんだね。じゃあ最後一戦やるか。ちょっと最後一戦ちょっと勝ってやめにするか。なんか動画見てる感じだと、なんかこのデッキ、まあこの段階までちょっと動画見てくださってるかわからないけども、このデッキ弱いのかなってちょっと思われてしまうかもしれないから、ちょっと最後一回だけやって終わりにするわ。いや本当におすすめのデッキやから、まあ最後一回勝って終わりにしようかな。でこれ負けたらな、ちょっとやばいんだけど、まあ負けないやろさすがに。フラグを回収していくのが闇の帝王やからな。まあ任せろ、全てのプレイングは私に任せてください。さあマスターポイントのネメシスに渡っていく。悪を背負い依頼をつかむ。ナンジラに安寧を与え。いやでもネメシス相手はちょっと微妙だな。弱い。まあぶっちゃけネメシス相手は多分先行より後攻の方が強いぐらい。ただ先行2コス2におかず3勝。ああ、そうそう。多分序盤は何もできないかな。で相手のデウスエクスマケナとか来たらもう毎回除けられて加速装置とか分かるともう勝ち目ないから、これもな置く必要があまりないんだよ。てめえの相手はこの俺だ。結局まあ 2-2 置いたら上から取って、いや置く必要ないなあまり。まあ2点、まあ、2点与えるの大きいか。まあどうせ出てくる。でこれ盤面取ります。間違いなくネメシス相手はもう盤面勝負なんで、チャージを引いていくのに楽に死ねると思うな。遅い。4コスも先陣の騎兵出しっていうのかな。ジェノとかやったら全然強いんやけど、武器なんて山ほどある。強の騎兵士、もう次のターン盤面取られちゃうもんな。バルボッシング来る。だからでもネメシス相手は9コスアルベール進化10点与えたら勝てるっていう、まあ一つ筋があるんですけど、まあ3コス2-3の死後とか置いてくるから厳しいんだよな。始めよう。じゃあバルボッサ出して相手に3体以上並べさせないっていう動きに変えるしかないなこれで。中盤をそれ耐えてご飯グプレイヤーとかでなんとか10点まで下げて、でアルベールでインサル取っていくみたいな、そういう多分動きしか勝ち筋が多分ないなこれ。多分それしかないと思う。さあアルベールを引いていく。だからバルボッサピン出しちゃうな。こういうのが活躍する。で相手それがフォロワー出せないんで1枚も。相手フォロワー1枚も出せないから、ここ結構でかいんだよな。もし置いたらまあアルベー相手がまあ2コスになるし、いや多分置けないと思うわ。まあ盤面取って終わりじゃない。
でもゴコス何もしないっていう動きも弱いし、この動き結構厳しくて、置いてもやばいし置かなくてもやばい、置かなくても弱いし、どっちにしろ弱いんだよな。これがなんかあのバルボスの強み。さあ何も置いていかない、だからこれがやっぱバルボスの強みなんだよな。もう銀霊進化いく、これぶっちゃけなんか銀霊進化でいいな、これぶっちゃけだって次のターンアーサーだし、もう一回銀霊進化いきます。ネメシスでそんななんか取りたいカードっていうのはあまりないんで、まあここ銀霊打っていいと思うわ。まあマグナレガシーかな、ワンチャンとした。でもマグナレガシー来る頃には多分ファングスレイヤーが打てる頃合いになるんで、エンシェントアーティファクトの幼虫盤面取る。これ2人分なんだ。デウスエクスマキナが来なかったらなんとかいける。だからデウスエクスマキナ来たら盤面勝負を得意とするロイヤルにとっては、まあ出しても出しても全部取られちゃうんで、カルデール引いていく。約束の地を目指して。2日で1チクリード熱いな。てめえの相手は。てめえの相手はウルトラ。遅い。で23なる。ただこいつは絶対取らないとダメなんで、間違いなく間違ったの取らないと勝ち目ないんで。まあ取らないチームは。スピネはもう残してる時点でもう盤面勝負をするとかロイヤルのもう死活問題だ。いやなんだかアルベルってなんか押し切れないんやから、66、まあ、12点のリーサラ見えてるから、12でファングスレイヤーで15点、あと3点与えたらなんとかいけそうやな。ただネメシス相手に3点与えるっていうのが結構厳しい。加速装置が出されたらなんていうの、エンシェードアーティファクトとか突進じゃなくても全部突進持つからな。釣り代わり操り人形の筋か。19砲で3人取るから、ね、26取れないんじゃないこれ。取れないな、これ取れないってことだって次のターンファングスレイヤー出せないチーム弱いな。アナライザーアーティファクトね、アナライザーアーティファクト行くんだ、ファングスレイヤー次行くけど。アナライザーアーティファクト行くんだったら次ファングスレイヤー行くけど、バルボスでもありやけど、もう多分行ってしまったらいいやろな、もう多分間に合わない、サフィラとか来るから。ファングスレイヤー死にたくなかったら勝利を誓う、受けてみやがれ。であと1点、あと1点ダメージ与えれば、アルベール2回の攻撃で4回攻撃で終わりなんで、でなんかそろそろなんかシャドバに4回攻撃とか出そうやんな。なんか3回攻撃までは確かシャドバの中で、まあ、アレキサンダーっていうのは除外にしてさ、なんかそろそろ来そうやけど、命を眠る、戦いちゃいそうだわ。太陽まで飛んでみようかな、太陽まで飛んでみようかな。人間か、人間で太陽まで飛ぶって言ったらさ、ウルトラマン超えるぞ。ウルトラマンの上位互換やな。ウルトラマンの汁やな。月から太陽に行きます、それと地球から太陽に行くか。まあ、もちろんファングやな、ファングで3個。今日はこんなとこか。で3年で31だよ、どうせ。さあでも大体ドラクタクタクタ、弱い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 ぞそれ。勝利を誓う。でもこれでいくわ。人類がごとく駆け抜ける。人類がごとく駆け抜けたら、本当ロイヤルっていうのは、小さすぎる。なんていうの、あれベール次なんかスタン落ちするじゃないですか。で、ルミナスメイジもスタン落ちするし、大丈夫かなってすごい心配してるクラスあるんだよロイヤル。あれベールがなんかロイヤル支えてきたんで、ベールがいなくなったら、もうなんかロイヤル勝てないと思うんだよな、ぶっちゃけ。ルミナスメイジもアルベールもいなくなったロイヤル誰が使うんだって話じゃないこれ。いやこの2枚が支えてたと思うわ。でファングスレイヤーも確か下落ちするようなロイヤルって、そうなるともう完全になんか戦い方が変わってくると思うわ。なんかネクロマンサーのリアニメイトみたいな感じで、なんか違う
なんだろう、特殊能力みたいなのがつかないと多分もう勝ち目ないんじゃないかと思うんだよね。約束は今がなんか旬のような気がするわ。ダンプの死後いないなこれ。いやいや、まあこんな感じですわ。まあちょっとでも参考になったらいいかな。まあこんな風に並べるけど死後いないできは弱い。あの三個数のやつで死後やとルミナスメージなくなる悲しい。時代がごとく駆け抜ける。さすぎる。まあこんな感じですね。アルベールとルミナスメージとかが強すぎる。まあこんな感じで私はグランドマスターまで行きました。まあ2月グランドマスター目指す方はぜひこのデッキを参考にしていただいて、血塗られた過去を超えてみせる。まあ言ってもらえればいいのかなと、思いました。